あ、皆さんこんばんは。ええー、と、今日はね、ちょっとたまには違うネタを積んで、あの、ええー、伊藤風さん、あの、ええー、と、まあ、特撮好きな人はね、あの、ええー、劇レンジャーで知ってる人も多いかと思いますけど、あの人が、ね、なんかシーマー、なんか20年以上乗ってるらしくて、もう30年ぐらいなのかな、もう宇宙で。 まあなんかねバズビア見てたらね、なんか、急におすすめに出てきたんやけどね。うん。まあ、前、前からそういうの、シ、えーマン二十何年もの一つな人知っとったんだけどね。うん。まあ、間近でね、動画で、あれ、シーマン紹介見るの初めてで。いや、結構またね、素晴らしい感じでね、なんか、大事に乗ってるのが本当伝わってくる動画やったけどね。うん。いや、すなんかエンジンは一回乗せ替えてるのか、それでなんかエアサスを、 2回なんか付け、交換したとかっていうとね、うん。まあ、エアサスっていうのはなんか C までもね、なんかあのグレードが結構一番高いやつか。当時ね。うん。いや、でも二十何年も乗ってるっていうのがいいね。なんか、ほんとこういう人が本当の愛、愛車家っていうんかな。うん。本当の車の好きな人っていう。うん、いや、ほんとにね、芸能人ってなんかね、外車とか、 に乗ってる人が多いけど、こういう人はね本当に好感持受ましたね。本当本当に好きで、ね、なんかね伊藤和風さん買っちゃったんだよな当時も。まあ当時多分結構高かったよなシマ。ま、うん、あねでもこういうの二十何でもでも大事なのあれってはねやっぱ熊本 作ったた側とか,からしたらありがいいだろうな、うん、といやこういう人こそねほ、うんとね素晴らしいっていう感じやけどねほ、うんとうんまあ日本はねでもなんか10年以上経ったらなんか税金上げたりとかするけどやっぱあれは本当嫌がらせとしか思えないもんなまあ俺もねちょっと10年以上乗ってて若干もう税金高くなってるんやけどほ、うんとうん。 大事の人とかはね、本当にね、国もそこに考本当に、ああいう人らこそ本当にエコにじゃないのかなって俺は思うんやけどね、本当。うん。まあ、まあ、シー、えー、と、糸風さんね、シーマンが知りたい人は、まあ、ググったりして、まあ、バーズビデオって多分検索したら出てくると思うけどね。あ、YouTube でもあるかもしれんが、うん。まあ、以上ね、えー、シーマンに20年。 以上に乗ってる伊藤和恵さんは素晴らしいっていうことでした。うん、では